皆さん、こんにちは。モノモースです。今日は、振動経済再生省の日本の65歳は世界一元気という発言をめぐる話題について、ある角度から考察してみたいと思います。まず、この発言が引き起こした波紋について、簡単にお話ししましょう。振動詞によると、日本の高齢者は健康授業が世界一で、その元気さを社会貢献につなげようというのが趣旨です。しかし、ネット上では何歳まで働かせる気年金払う気ないのなど、怒りや不安の声が上がっています。なぜこんなにも反発があるのでしょうか私は この問題の核心は選択の自由と現実の認識不足にあると考えます。確かに日本の高齢者は元気な人が多いですし、働き続けたいと願う人もいれば、心から退職を楽しみにしている人もいます。ここで重要なのは、一方的に働けるから働きなさいと社会全体が高齢者に求めるのではなく、それぞれの人が自分のライフスタイルに合った選択を自由にできる社会であるべきだということです。例えば、労働市場においては働きたいと願う高齢者にチャンスを提供する一方で、若い世代のキャリア形成も考慮しなければな ありませんまた、年金制度においても現役世代の負担と高齢者の安心をバランスよくともつような見直しは求められます。しかし、ネットのコメントには、政治家は先を見越した計画がなく、目先の政策でごまかそうとしている、という意見も見られます。この点は、私たちが政治に求めるべき視点かもしれません。問題に真っ正面から取り組まず、表面的な解決策で作ろうだけでは、根本的な問題は解消されません。結論として、日本の高齢者が元気であること自体は素晴らしいことですが、その元気をどう生かすかは、その人の意思や社会の包容力 特に委ねられるべきです高齢者を支え若い世代の育成にも目を向け全世代が支え合う社会を目指すことが重要だと私は思います今日はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました